ございます。今日は、大学生の一日ルーティンみたいな動画を撮っていこうかなと思います。いや、にしてもちょっと寒すぎんだよな。ちょっとほんまに寒い。はい、これは起きた直後の映像です。恐る恐るスマホで実感を確認して、ちょっとショックを受けます。でも起きると思ったんですけど、僕はこの布団の上でダラダラするしがちですね。で今はこれ最近映画がやってる、ね、約束のネバーランドかっていうのにハマってて、なんかその寒すぎて吐く息が白くなっててちょっとウケるんですけど、ネバーランドをね、ずっと読んで多分1時間ぐらい布団の上で結局ゴロゴロしてます。あ、一応こんな感じで帯を見せてくれましたね。はい、公開中ですね。で、まあ、ちょっと布団の上でできる作業はなんか極力布団の上でしちゃうっていう、ちょっと引きこもりがちなあれなので、ちょっと起きてから少し動画の編集とかを、やります。しかしこうやって見るとほんまにマジのプロ級ニートみたいでちょっとじわってくるんですけど、まあ、でもやめられないですね、これ楽なんで。僕は毎日ノートをつけてて、その中でやることを書いてそれを順番にやっていくというのを続けています。今日は掃除をやっていく感じです。よし、じゃあ今から掃除をしていきます。頑張って、まあ20分で終わるよ、20分。掃除あるある、机の上散らかりがち。なんかようわからんもんがたくさんありますね。だから趣味のフィルムとか、まあ、文房具と、これはないな。これ何？レゴか。レゴや。レゴのキーホルダーと、筆箱と、漫画と、消しゴムでしょ？あとシーフリーズでしょ？何やろ、あとはこんなんもありました。これひらがなけやきの時のペンライトって結構レアなんですよ。片付けしてな。 This is Takyo Channel。 はい、で掃除が一段落したので今からご飯を食べます。今日は簡単にレトルトカレーです。これから僕社会人になるので一人暮らしが始まるんですけど、それまでにちょっとご飯の作り方とかレパートリーを増やしていきたいなと思います。なんかちょっと高そうなやつ。学校の最後のちょい残しが嫌で歯磨き粉とかも最後の一滴まで絞り取ってしまうのが僕の癖です。はい、で盛り付けれたのでちょっと食べていきます。なんかお店とかでカレー食べる時もなんかすごい綺麗な盛り付けでも僕はすぐにこう混ぜてぐしゃぐしゃにしてしまうんですけど、なんかあれですね、おしゃれな食べ方っていうか綺麗に形を残したまま食べれたらいいのになって思うんですけど、でもやっぱりカレーはご飯としっかり混ざってるのが一番美味しいから、まあ、そういうのはちょっとしっかり混ぜないといけないなって思ってたら食べ終わりました。はい、でこれは、食後にたまたま1個置いてあったみかんを食べる映像です。みかんは必ずどんなに大きくても僕はこのように4分割をするように皮を剥いています。多分これが一番剥きやすい。やっと食べれました。ちっちゃいみかんほど甘くて美味しいような気がします。皆さんもみかん食べてみてください。はい、ってことで食べ終わりました。終わり。はい、でこれは一段落した後に英語の勉強をしている時の映像です。一応武雄くんは海外に留学していた経験があって、まあ、それで少し英語ができるようになったので、まあ、それをさらに伸ばせるようにこんな感じでお勉強をしております。はい、で、まあ、勉強終わったら息抜きに YouTube とか見てます。最近このレジスタンスっていうチャンネルがめちゃくちゃ好きです。面白い。で、なんやかんやで、ご飯食べてちょっとお風呂に入ってきて、ドライヤーをしているという風景です。ドライヤーは、なるべく時間をかけないようにして
ております。なぜかというと長すぎると母親に怒られるからです。ちょっとまあこんな感じで5倍速でお送りしてます。で実はこのあと9時ぐらいから同期の人とオンライン飲み会があるのでこんな感じで髪を整えました。でまあお手元これ柿の種とお茶なんですよね。ちょっとオンライン飲み会って言いながらなんか普通に YouTube 見る感覚で参加してましたね。あんまり何話したか覚えてないんですけど、たまにはこうやってオンラインで飲み会するのもいいんじゃないかなって思いますね。はい、って感じで、今日一日 Vlog 撮ってみました。なんか暇って言いながらも割とやることあるなって感じですねまあちょっと何も考えなかったらダラダラしちゃうけども、またあの他のパターン、なんか予定がある日のルーティーンとか、バイトがある日のルーティーンとかもちょっと撮っていくんで、よかったら見てください。じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。編集編集